2.5 キロ。あと 2.5 キロです。まだ時間は早いからいいんだよ。やってっかどうかだ。8時47分。やってっかどうかが問題ですよ。やってなかったらもうスルーだね。スルー。スルー。8時半だったらやってんじゃない？スルーです。やってなかったらスルーです。朝比奈なんとかの里だって名前があるんだな。朝比奈なんとかっていう人のふるさとだから朝比奈。静岡のここかな。そういう人か。ここから殿です。殿、殿、住所が殿って言った。でそういう名前が多いんだ。殿橋だって。殿、あ、道の駅の看板出る人。あ、綺麗だ。ほらここほら、うわ、綺麗。どこ止めとこない。あ、道の駅止めていこうか。コスモスだ。道の駅止めて、あ、行けないか。 500m だから行けるでしょ。道の駅コスモス駐車場だって。だって無料じゃない。無料か。止める。止めていこう。あ、まだ開いてねえじゃん。まだ開いてねえ。開いてねえ。開いてるよ。開いてるか。開いてるよ。ここバカ。ここから入ればいい。バカだね。まだよ。あ、待ってなよ。ほら、あの人出るよ。じゃあ待ってましょう。待ってましょう。待ってましょう。バカや。待ってましょう。待ってましょう。じゃあこのバスも入っちゃうじゃないかよ。待ってなよ、出るんだから。こっち行くんだよ、俺。待ってなよ。待ってろよ。早く行けよ。このババア入っちゃうよ、こいつよ。なんだよ、本当に。このババア入っちゃうよ。このババア入っちゃうよ。行けよ。うわ、綺麗だね、ちいちゃん。どこか。え、どこ、どこ行ってる。コスモス。オッケーオッケー。じゃあ行こう。立ち悪いヤクザもんか。トノコスモス、トノコスモスの里です。ちょっと通りがかりに寄った殿のコスモスです。ずっと続いております。あら、この人たち、この人たち、もう前映ってるよ、バカ。嫌じゃねえよ、お前。嫌じゃねえよ。嫌じゃねえよ、ほら。嫌じゃねえよ、ほら。嫌じゃねえやん。なんだ、あのへっぴり腰のおばさん。へっぴり腰のおばさん。咲かせてみようかいだって。種いっぱい咲かせてみようかいだって。なんか摘み取って伏せてあったのあったよ。あったあった。もったいない。な、もったいないな。殿っつうんだな。殿って。ここはじゃあ今日は殿のつもりで、殿の
住所が殿っていうのがすげえ。あ、なんかすごい吊り橋がある。吊り橋があって。ほら、道の駅玉露。道の駅から見えんじゃない？はい、道の駅玉露の里です。竹ちゃん好きなフリーマーケット開催中だって。どんなもんでしょうか。行ってみましょうね。玉露の里です。フリーマーケット大したことね、田舎のフリーマーケット。あ、ここ行ってるけ、車椅子だった。身体障害者、うん、ここで止めるか。ここ狭いな。あっち行くね、うん、あっち行くね。みんな静岡ばっかし。静岡ばっかし。